昨日中島さんにいただいた猫パンです。うん、のびこさん、みけ猫。片目だけ今ついてます。なんかいろいろ遊んでます。はい。できました。ちょっと情けないにゃんこになっちゃったけど。有明来てます。今日病院です。放射線やって1ヶ月、もう2ヶ月ぐらいになるのかな。それの先生との問診です、今日は。多分どうですか、はい調子いいですで終わると思われるんで、その程度のことならね、リモートにしてくれればいいと思うんですけど、なかなか病院はそういかないのかね。明日も来るんですよ。明日は主治医の先生なんですけれども、まとめてくれると助かるんだけど、いろいろ白髪じゃないや、しがらみがあるようです。しがらみなのかな。まあ先生も部屋何曜日だと借りらんねえんだよなんて言ってると先生もいたし、というわけで駐車違反取られない程度にお散歩してます。今日は曇ってて湿気が多いです。いや今日はね、帰って6時半からアマゾンです。おみちゃんいいのかな、お散歩は。ここはね、ちょっと助走つけないと飛べない距離なのかもしれませんね。いまいちためらってます。歌舞伎の猿之助さんでしたっけ、逮捕されちゃいましたね。今日のあの逮捕状が出ましたって時から名前も呼び捨てで本名も出るようになられました。なられました、なりましたね。ゴロッとなんかマスコミの態度も変わるところがどうなのかなと思いますが、まあ変な人の弱音で金稼いでる国会議員になり損ねたやつよりはマシだと思われます。マシっていうかね、よっぽど立派だと思われますが、もうあいつのね、なんか出てくるだけでも大嫌いです。いや占いにしろや、気分悪くなるから、ね、やばいとこでした。写真撮られる寸前、そんなとこでした。よかったね、帰ってきてね。気をつけましょう。駐車違反いけませんよ。ねえ、お散歩しててよそ見してたね。危なかった。夕方のお散歩来てます。だいぶ涼しくなりましてね。湿気も少し飛んだかね、さっきよりね。なんかさっきよりも蒸し暑さがなくなった気がします。今日もミミちゃん号と一緒です。今いとこと会いまして、同じ団地に住んでるんですけれども、母親の妹の息子さん、はい、で僕とはいとこになるんですが、今度キッチンカーを始めるらしいです、まあ、聞いたら7月いっぱい準備で8月から開業ということで、ホットサンドとかき氷、それをやられるそうでね、楽しみですね、はい。何日かな、あと1週間ほどでその車も納車されるそうなんで、そしたらレポートしたいと思いますので、皆さんぜひイベントやどっか
スーパーなどで出てたら見つけて買ってあげてください。まだちょっと先ですけどね、楽しみですね。和子さんがパートで行くかもしれませんよ。ミミちゃんがマスコットになるかもしれませんよ。ミミちゃん休んでます。今スタバで休憩中です。和子さんがロピアでお買い物してるんで、待ち合わせまでもうちょっとしてから行こうと思います。全部飲み干すと怒られそうな感じでございます。少し残して、私のは捨てたんで少し残して持っていきます。シトラスユズパッションティーでございます。さっぱりクエン酸、クエン酸じゃないのかな、酸っぱいやつ。あ、こんなにあれだな、炭酸は入ってないんだね。柚子がすごいです。こんな冷たくない。はい、これからアマゾン行ってまいります。だいぶ日差しはなくなったんですけれども、湿気がすごいです。蒸し暑いですね。風が通るとこだとね、そんなでもないんですけれども、ところによってはかなり蒸し暑いことになっております。今日は3時間半ですが、頑張って行っていきたいと思います。ではではでは。